つまり20日間で60万稼げるものになっているので。どうもこんにちは、バイナリー投資塾の陽介です。今回の動画は1日3万オーバー可能、たった1時間で稼げるポイント明白書を紹介します。大学を卒業したばかりの社会人1年目で最近一人暮らしを始めた生徒さんがいるんですけど、思いのほか出費がかさんで今月家賃が払えないとずーんとした表情で相談を受けました。詳しく話を聞くと、帰りが遅く仕事終わりの1時間しか取引ができないということだったので、夜の短時間指標にぴったりなこの指標を試してもらったところ、たった1時間で4万円稼ぎ出し、4日間で15万稼ぎ出すことができました。ではなぜこの手法が稼げるかっていうと、エントリーするタイミングめちゃくちゃ分かりやすく、相場が荒れると言われている夜間帯でも勝率が 88% と昼間に比べて 10% も高くなるんですね。昼間でも 78% を誇るので昼夜問わず使用することが可能です。ただいくら勝率が高い手法でもエントリーポイントが難しいと、間違ったところでエントリーしたり、見切り発車で条件が揃ってないところでエントリーしてしまうので稼ぐことは難しくなります。この手法はそういった問題を解消し、今年のこの荒れ相場でもかなり活躍してくれていますので、これから始めようとしている方、今頭を悩ませている方は必ず最後まで見て習得していってください。はい、早速解説をしていきますが、もうすでに画面の方に今回使うインジケーターの方が挿入されているので、もうお気づきですかね。今回使うのは移動平均線3本と ADX になります。挿入方法や設定数値がわからないよっていう方もいるかと思いますので、特性なんかも踏まえて一緒に入れていきましょう。まずは移動平均線の挿入からしていきますので、こちらのナビゲーターを開いていただきまして、ムービングアベレージ、こちらを選択してください。そうすると設定画面出てくるかと思いますので、パラメータの期間を20と入れてください。移動平均線の種別はシンプルで、適用価格はクローズで大丈夫です。色は今回水色で設定していきますので、設定できましたらこちらの OK ボタンを押してください。次に中期線入れていきますので、同様にムービングアベレージですね、こちら選択していただいて、パラメータの期間を今回50と入れてください。その他は先ほどと同じデフォルトで大丈夫です。で、色に関しては今回黄色で設定していきますので、こちらで OK ボタンを押してください。そして最後、長期線入れていきますので、こちらのムービングアベレージ選択していただくと設定画面出てくるので、今回パラメータの期間を100と入れてください。こちらは先ほどと同じデフォルトで大丈夫です。で、こちらの色に関しては今回ピンクで設定していきますので、こちらで OK を押してください。そうするとこのように表示されます。移動平均線の特性について簡単にお話ししていくと、移動平均線とは過去一定期間の終値の平均値を線で結んだものです。移動平均線を表示させることにより、今の為替レートのトレンドが上昇トレンドなのか下降トレンドなのか、それとも横ばいなのかを判断することができます。よく使われるのがゴールデンクロス、デッドクロスしたタイミングで順張りする方法なんですが、今回はパーフェクトオーダー時のみエントリーをかけていきます。そして次に ADX の挿入をしていきます。こちらの一番上にありますアベレージディレクショナルムーブメントインデックス、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面出てくるかと思いますので、まずパラメータの期間を14、適用価格はクローズ、色はピンクで設定をしていきます。次に色の設定っていうところで、今回プラス DI とマイナス DI 使いませんので、こちらの色の選択からノンっていう風に変えておいてください。そしてレベル表示見てほしいんですけども、デフォルトですとこちら空欄で何も入ってないかと思いますので、追加っていうところから新しく40と50っていうのを入れてください。こちらでできましたら OK ボタン押してください。そうするとこのように表示されます。 ADX の特性についてお伝えすると、トレンドの総合的な強さを測定するために役立つテクニカル指標です。強いトレンドの方向に従って正確に取引をすることで、リスクを軽減し利益を得る確率を高めることができます。今回の指標は ADX のメイン線のみ使うんですが、
ADX 線はプラス DI の線とマイナス DI の線の両方で構成されている線のことで、上昇下降トレンドの総合的な強度やトレンドの方向性を示すんですが、ここでは移動平均線がその役割を果たしてくれています。ここにラインとして40と50のラインを引いたんですが、 ADX 線が40より高い場合、強いトレンドが存在することを意味します。そして ADX 線が50より高い場合、非常に強いトレンドが存在することを意味します。そう聞くと順張りのように思えますが、こちらは少し変わった見方をしていき、この40と50のラインを活用していきます。見方としてはそれぞれのラインを上回ってから下降するタイミング、トレンド転換点を狙ったエントリー方法になっています。では実際にエントリーポイントとエントリー条件について解説をしていきます。今回もハーエントリーのポイントとローエントリーのポイントの2つのエントリーポイントがありますので、ローエントリーのポイントから解説していきます。はい、こちらの縦線のポイントが今回の手法のローエントリーのポイントですね。まずエントリー条件についてなんですけど、移動平均線が上昇のパーフェクトオーダーが形成されているのを確認してください。そして次に ADX 見ていただいて、40と50のラインを上回ってから再び40のラインにタッチするタイミング、これがエントリー条件です。ではなぜこの条件でローエントリーなのかという根拠についてなんですが、まず移動平均線が上昇のパーフェクトオーダーっていうことは、価格が上昇していると判断できます。そして次に ADX の特性で触れたんですけど、 ADX 線が40より高い場合、強いトレンドが存在していて、50より高い場合、非常に強いトレンドが存在することを意味してますので、正当に行くと順張りになりますよね。しかしトレンド発生時に騙しにあって負けてしまった経験は誰もがお持ちだと思いますので、今回はそれを逆手に取ったエントリーをしていきます。ですので一度そのラインを上回って再び40のラインに戻ってきたっていうことは、トレンドが収束してきたと判断ができますので、このタイミングの次の足で逆張りのローエントリーをかけていきます。そうすると陰線ついてますので、しっかり勝っているポイントになってます。では次にハーエントリーのポイントを解説していきますが、ハーエントリーのポイントはローエントリーのポイントを逆にしただけなのでとても簡単です。はい、こちらの縦線のポイントですね、こちらがハーエントリーのポイントになります。まずエントリー条件についてなんですけど、移動平均線が下降のパーフェクトオーダーが形成されているのを確認してください。そして次に ADX 見ていただいて、40と50のラインを上回ってから再び40のラインにタッチするタイミング、これがエントリー条件です。ではなぜこの条件でハーエントリーなのかという根拠についてなんですが、まず移動平均線が下降のパーフェクトオーダーっていうことは、価格が下降していると判断できます。そして次に ADX の特性で触れたんですけど、 ADX 線が40より高い場合、強いトレンドが存在していて、50より高い場合、非常に強いトレンドが存在することを意味してますので、正当に行くと順張りになりますよね。しかし今回はそれを逆手に取ったエントリーをしていきます。ですので一度そのラインを上回ってから再び40のラインに戻ってきたっていうことは、トレンドが収束したと判断ができますので、このタイミングで次の足で逆張りのローエントリーをかけていきます。そうするとこちら陽線ついてますので、しっかりと勝っているポイントになります。どうですか、エントリー条件は簡単なのに根拠めちゃくちゃ強いですよね。エントリーポイントも明白ですので、誰でもすぐ活用できるようになってます。次こちら見てほしいんですけども、今回の手法の注意点となってます。パーフェクトオーダーが形成時に ADX が50のラインを上回ってますよね。そして再び40のラインに戻ってきたこちらのタイミングでハーエントリーなんですが、陰線ついてますので負けとなってます。なぜかっていうと、 ADX が50のラインを上回った後、このように綺麗に下がってきてないですよね。トレンドに悩みがあるっていうことは、価格が拮抗している状態ですので、収束した根拠にしては薄いと言えます。ですのでこういったポイントは避けることで、より負けを減らすことができますので、頭に入れつつエントリーするようにしてください。それではこの手法のエントリーポイントとエントリー条件、そして注意点が分かったところで、この手法になれるためにも他のポイントも一緒に見ていきましょう。はい、まずはじめにこちらのローエントリーのポイントを見てください。まず移動平均線の上昇のパーフェクトオーダーが形成されているのを確認してください。そして次に ADX が50のラインを上回ってから再び40のラインに戻ってきたタイミング、
こちらの次の足で逆張りのローエントリーかけていきますので、しっかり陰線ついてるのがわかります。はい、次こちらを見てください。こちら移動平均線がパーフェクトオーダーを形成されているのが確認できます。先ほどと比べて綺麗ではない形なんですが、こちらは下降のパーフェクトオーダーですので、下位目線で見ていきます。ADX 見ていただくと、50のラインを上回ってから再び40に戻ってきたタイミング。こちらの次の足で半エントリーをかけていくと、しっかり陽線ついてますので、勝っているポイントとなってます。はい、次こちらを見てください。こちらは負けてしまっているポイントになります。上昇のパーフェクトオーダーが形成されていて、ADX も50を上回ってから40のラインにタッチしているので、売り目線で見ていくんですが、次の足が陽線ついてしまっているので、負けてしまっているポイントです。やはり相場に 100% はないと言われている以上、どんな優秀な手法でも 100% の勝率のものは存在しません。なので普段から僕の生徒さんにも伝えていることなんですが、ポイントによってエントリー金額を変えるなどのトレード方法ではなくて、一度エントリー金額を決めたらポイントによって増変させるようなやり方はしないようにしてください。要は一度決めた自分ルールは簡単に変えてはいけないっていうことです。バイナリーでの成功を目指しているのであれば、それは徹底するようにしてください。それでは気を取り直して他のポイントも見ていきましょう。こちらにもエントリーポイントありますね。こちらはローエントリーのポイントになります。まず移動平均線の上昇のパーフェクトオーダーが形成されているのが確認できます。そして次に ADX が50のラインを上回ってから再び40のラインに戻ってきたタイミング、こちらの次の足でローエントリーをかけていくと、しっかり陰線ついてますので勝っているポイントとなってます。続きましてこちらのポイントですね。こちらはローエントリーのポイントになります。まず移動平均線の上昇のパーフェクトオーダーが形成されているのが確認できます。そして次に ADX のラインが50を上回ってから再び40のラインにタッチしたタイミング、こちらのポイントの次の足でローエントリーをかけていくと、しっかり陰線ついてますので勝っているポイントとなってます。こちらでは ADX が50を上回っていて40のラインに戻ってきているんですが、移動平均線がパーフェクトオーダーを形成されてないので、こういったポイントではエントリーしないよう心がけてください。はい、こちら半エントリーのポイントになりますね。まず移動平均線が下降のパーフェクトオーダーが形成されているので、下位目線で見ていきます。そして次に ADX 見ていただくと、一度50のラインまで上回っていて、そこから40に戻ってきたタイミング、こちらの次の足で半エントリーをかけていくと、しっかり陽線がついているのがわかりますので、勝っているポイントとなってます。こちらも半エントリーのポイントですね。移動平均線のパーフェクトオーダーが形成されたばかりなんですが、形成がされていますので、こちらは条件に含まれています。そして次に ADX 見ていただくと、同様に50のラインを上回ってから40のラインに再び戻ってきたタイミング、こちらを条件の基準にしますので、こちらの次の足で半エントリーをかけていくと、しっかり陽線できていますので勝っているポイントとなってます。こちらも半エントリーのポイントですね。上昇のパーフェクトオーダーが形成されていますので、売り目線で見ていきます。 ADX を見ていただくと、50のラインにタッチしたタイミングなんですが、こちらから40に戻ってきたタイミング、こちらのポイントの次の足でローエントリーをかけていきますので、しっかり陰線ついてるのが確認できます。こちらもエントリーポイントですね。こちらも同様に上昇のパーフェクトオーダーが形成されているので、売り目線で見ていきます。 ADX を見ていただくと、こちらでしっかり50を突き抜けてから40のラインに戻ってきてますので、こちらのタイミングの次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとしっかり陰線がついてますので、勝っているポイントとなってます。負けを限りなく減らしたいっていう方は、こういったポイントは避けて、こういったポイントだけに絞るとより勝率が高まりますので、合わせて取り組んでみてください。いかがでしたか？今見ていただいても分かる通り、負けてしまうポイントも中にはありますが、平均勝率が 83% を誇るものになりますし、1時間あれば3万円は稼げるものになりますので、これからバイナリーで稼いでいきたいっていう方は、必ず習得してあなたのスキルにしてください。習得することができれば、単純計算で1日3万円を1ヶ月、つまり20日間で60万稼げるものになっているので、生活の足しになること間違いなしです。
もしももっと最短の手法を知りたい方がいましたら、僕に連絡をください。僕が最新の稼ぐ方法をお教えします。そして最後になるんですけど、あなたに一つだけやっていただきたいのが僕の LINE の登録ですね。登録方法は画面の QR コードを読み取ってもらうか、この動画の概要欄にも僕の LINE の URL が貼ってありますので、そちらから友達追加をしてください。今後もバイナリーに関する高勝率手法だったり、利益を出すための重要事項をどんどん伝えていこうと思うので、引き続き新しい動画をお待ちいただければと思います。それでは今回これで以上になりますので、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。